前回に引き続き昆虫ハウス101号室803のお宅にお邪魔しております。美しくそして神秘的な寄虫たちを今日もご覧いただきたいと思います。803よろしくお願いします。803、続いては何の種類の昆虫を、はい、昆虫ではないんですけど、はい、サソリです。サソリ、ちょっと待ってください、ごめんなさい、サソリっていうのは、はい、昆虫じゃないんですか？そうですね、もっと言うとさっきのタランチュラもムカデも昆虫ではなく、あ、まあ寄虫とか多足類とか、あ、なるほど、言われ方されてますけども、はいはいはい、はい、一般的に昆虫と言われるのは代表格としては何が、まあ、先ほどカマキリだったりとか、はいはい、まず大前提で6本足で、はいはい、頭と胸とお腹がこう分かれてるやつですね。ああ、なるほど、はい、あれらを昆虫と、昆虫と呼ぶんです。でムカデやサソリなどは寄虫という、寄虫って呼び方の方が多いですね。なるほど、はい、そんな分かれ方をしているのは、すみません、寄虫っていうのは昆虫っていうのが大きくあって、その中に寄虫っていうのがあるのかと思ったんですよね。はい、完全に別部類なんですね。別部類ですね。なるほど、じゃあちょっと続いてサソリお願いします。わかりました。803、これアステカキッドの、これアステカおじさんですねそうですね、これすごいですね。これなんか似合ってますね。なんか確かに猿の惑星で、はいはいはい、砂に埋もれてたあのニューヨークの自由の女神みたいな。ああ、でもあれ確かにっぽいですね。あのシーンっぽいですけど、はい、この中にそのサソリがいるので、そうですね、はい、どうしたんですか、なんか顔が険しいですけど。いやいや、目の前にレッドローチがいたんでね、はい、このレッドローチで一緒にして不快な気持ちになったんですね。そうです、ごめんなさい。いや、ちょっと見えないところで、はい、完全に顔が似てない似てないですよ。いや、似てますよ、ね、似てないよ、絶対似てないって。顔似てますけどね。どこがレッドローチとすごいよ、やっぱつぶらな瞳とね、はい、女性にモテる感じが。どっちモテないだろ、潰されて終わりだわ、どっちもこれはそんな、なんか急にサソリになると大胆に攻め込みますね。そうですね、サソリはね、大胆にやっていかないといけない。あ、そうなんですか。ムカデの時はだいぶ萎縮してますけど、おー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 、はい、こちらです。すごい、でかっでかっ、これはなんていうサソリですか。これがデザートヘアリースコーピオンです。めちゃめちゃかっこいいですね。そうなんですよね、ルパン三世の組織の名前みたいな確かにその感じありますけど、このサソリはこれ結構砂がサラサラした砂ですけど、結構砂漠地帯ですね。そうですね、本当におっしゃる通りで、砂漠が本当好んでてね。はいはい、え、これは原産国はどこのサソリなんですか。これどこだったっけな、いやー、なんかでも砂漠がある場所だと思いますじゃあ鳥取っすかね。いや、砂丘でしょあれは。いや違います、あそこじゃないです、さすがに海外の。あ、鳥取じゃないんだ。どこなんだろうな。いや、でも超かっこいいですね。はい、え、このお腹膨れてるのはこれなんですか。これあ、メキシコでした、メキシコでした、メキシコでした。びっくりした、急にびっくりした、お腹膨れてるのメキシコってすいません、思い出しました、メキシコです。あ、メキシコ。それでそうだ、アステカキット使ったんですよ最初。あ、それは、はい、なるほど。え、これなんでこんなお腹膨れてるんですか、これ。これ、まあ、今ちょっとこう側面が少し白っぽいじゃないですか、はいはい、これもうすぐ脱皮する合図なんですよね。はい、この部分、はい、それでちょっとパンパンなのか、もしくは持ち腹でなのかは分からないんですけど、はいはいはい、あ、もしかすると子供生まれる可能性もあるんですか。可能性もあるみたいですね。これすごいですね、はい、超迫力。これなかったら超怖いですもん、正直なんです。なんか迫力がすごいです、これ。ほんとそうですね。サソリって、なんか持ち方とかあるんですか、これ。ああ、まあ、手で触るのはほんと元気なんですけど、はい、もうやるときはこうやって尻尾を掴んであげるとね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、やっぱりこの、やっぱり針に毒が。そうですね。でもあんま強く持ちすぎると取れてしまうみたいなことも聞いたことあるんで。あ、取れるんですか。はい。なし。サソリを飼育してる時の、なんかこの瞬間がかっこいいとかやっぱあるんですか。あー、でもやっぱりこの餌やり、あ、でも今食べないんですけど、はい、毒針を器用に使ったりとかね、はい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 、そういうところが本当かっこよくて、あ、やっぱり注入するんですね。はい、でもやっぱりサソリも結構目はつぶらな瞳をしてるんですね。うん、そうですね、かっこいいな。飼育できるこういうサソリっていうのも、はい、やっぱり一般的に毒は持ってるものなんですか。そうですね、全部持ってますね。種類によっては針が弱いんで、はいはいはい、皮膚を突き破るほどのものじゃなく、はいはい、触っても大丈夫っていうやつもいるんですけど、はい、基本はそうですね、もう基本的に触らず、触るんだったらピンセット越しってことですね、はい、単純だとハサミも結構痛いですしね。
あ、うん、結構やっぱ痛いんですか。痛いですね。こいつは結構特にね使うんでね、ハサミも。へー、これほら持ち上げようとすると多分ほらハサミでガッて、うわーすごいすごいすごい、そうなんですよこれが怖いんでね。なんかちょっと可愛いですね。可愛いですよね。なんかちょっと今の動きがなんかなんかちっこい子供いじめてる感じになってる。言い方良くないな。本当に。良くないよそれは。さすがにね。ちっこい子供いじめ。それいやそれ見てニヤニヤしてるのまずいでしょ。いやいいですね。でもちっこい子供いじめるって楽しいじゃないですか。楽しくないし。やらないでしょ。さすがに言っちゃうそんなの。橋場さん次でラストということで。はい。これまたなんか変わった飼育設備の、箱が来ましたけれども、こちらは何が入ってるんでしょうか。こちらはですね、わらじ虫です。わらじ虫。はい。わらじ虫を飼うと。そうですね。はい、わらじ虫ってなんで飼おうと思ったんですか。え、いや本当可愛いからですね。ああ、なるほど。はい。なんかわらじ虫って本当に、ね、それこそ日本でも一生こうどかしたらトロトロトロっているじゃないですか。はい。そこの可愛さというのにやっぱ目行き着いたんですね。ああ、でも僕もそのダンゴムシ、わらじ虫、ダンゴムシは丸まって可愛いんですけど、はいはい、わらじ虫ってそんなに好きじゃないっていうね抵抗あったんですけど。はいはい。この種類が本当きっかけですね。あ、なるほど。今からその八丸さんの心を揺るがせたわらじ虫を見れるということですね。うん、そうです。お願いします。はい。わらじ虫。エキスパンサスフチゾリオオワラジ。エキスパンサスフチゾリオオワラジ。オオワラジですね。オオワラジ。はい。スペインの方にいるわらじ虫なんですよね。あ、スペインにもわらじ虫がいるんですね。いるんですよ。やっぱ毒とかそういったのがないってわかると躊躇なくいきますね。はい。わらじ虫からしたら大迷惑でしょ。いました。いました。おお、こちらですね。これがエキスパンサーズエキプチゾリオオワラジ。そうです。すっごいですね。これもういやワラジ虫ですけど、はい、綺麗ですね。そうなんですよ。なんかねデザイン性があって、デザイン性が本当ありますね。はい。いやこれがもう本当たまらなく綺麗で、いやこれは綺麗だ。はい。ちょっと一般的なわらじ虫だと思ってたんでちょっと舐めてたんですけど。そうなんです。僕もだからわらじ虫なんてって思った時にこれをね、はい、飼育してみて変わりましたね。これ今舐め、あーここにもたくさんいますね。おー、いっぱいいるんですね。はい。え、ちっこいのもいる。ちっこいの赤ちゃん生まれてますね。なんか結構こうやってなんか近くに寄り添っているものなんですね。そうですね。単独っていうよりは。あ、そうですよ。わら団系はわりかしすごいくっついて。わら団って言うんですか。わらじ虫と団子虫。はいはいはい。そか、これはそうですね。はい。わら団って言うんですね。わら団って言いますよ、皆さん。へえ。え、このわらじ虫なんですけど、はい、これ何食べるんですか。こいつらは腐葉土だったりとか、はいはい、あとは本当に野菜。野菜。あと人工飼料。え、わらじ虫の人工飼料なんてあるんですか。あ、もう本当にじゃあそれは亀の餌とかでお世話になってます。あー、はい、なるほど。そういったのを撒いておくと自然とは寄ってきてそれを食べるんですね。そうですね。なるほどね、はい、こうやってなんか要は腐葉土にいるってことは、まあ要はあれですよね、土の養分とかを分解してくれていい土壌を作ってくれるっていうか、そうですね、そういった役割もあるってことですね。はい。これね、もっと大きくなるんですよ。あ、大きくなるんですか。はい、さらにあともう一段階ぐらい。それまた脱皮してってことですか。そうですね。これは綺麗だな。こちらしかも1匹1000円ぐらいするんですよ。え、高級わらじ虫。高級わらじ虫。そうなんですよ。はい。だからちょっとあれなんですね、いつも丁重に扱ってるんですよ。いや、めちゃくちゃだから丁重。まあこれは同じいただき物っていうのもありまして、はいはいはい、はい、そうですね。飼育方法もちょっと特殊で。あ、そうなんですか。ちなみに何を、どのあたりが特殊なんですか。なんかまず風通しが良くないとすぐ落ちちゃうらしくて、え、なので僕結構そのね、ダンゴムシわらじ虫はクリアスライダーって言って、はいはいはい、しっかりと密閉されたやつでやるんですけど、あれだとちょっと蒸れやすいんで、はい、もうこういう通気性のいい虫かごだったり、あ、なるほど、中のシェルターもこうやって木をこう重ねて、あ、なるほど、風通しを良くしてる感じですね。あれみたいな感じですね。変な話キャンプファイヤーのあれ、あ、木組みたいな感じですね。あの感じですね。じゃあ火つけたら燃えるって。いやいや、それはキャンプファイヤー、そこまで寄らないから。あっちには火つけないと落ちちゃうとかないですか。いや、火つけたら落ちちゃう。あ、火つけちゃうと落ちちゃう。逆ですね。はい。あ、ごめん、それはキャンプファイヤーですけど。さすがにそうですね。すいません、はい、あいつらと同じことしたらやばいんで。すいません、ちょっとキャンプファイヤーしようとしちゃって、はい、いや、ちょっと危な、人の無事に火つけようとしてちょっと良くないよ、それは単純に。すいません、八丸さん、はい、最後というふうに先ほどわらじ虫が最後っていう話だったんですけど、これは一体、はい、今持ってこられたんですけど、これ何ですか、はい、どうしても見せたいものがあって。え、どうしても見せたいもの、はい、何ですか。これを撮ってもらうためにションダさんが読んだと言っても過言ではない。え、これを撮ってもらうがダメなんですか、はい、
そんなにもう、じゃあ、八丸さん一番の一押しのあれなんですね。そうですね。え、わかりました。これちなみに何が入ってるんですか？まあ、ざっくり言ったら、水生昆虫です。あ、水生昆虫が入ってるんですか？はい、はいはい。水場で結構生息してるタイプの虫といいますか。なるほど、なるほど、うん。うわ、ちょっと楽しみですね。これ、はい、結構飼うの難しそうですし。そうですね。はい。結構ね、威勢がいいんでね。威勢がいい？あ、じゃあちょっと気をつけた方がいい感じですかね。そうですね。まあでも、大丈夫です。その、毛を出さない限りは、はいはいはい。おとなしくしてる種類なんでね。なるほど、結構厳重にされてますもんね。はい。水生昆虫なんて見たことないから。はいはい。この流木の辿った先にいますね。はいはい、え、この流木を辿った先。はい。見ますか。あ、いますけど、これなんですか、この苔っぽいの。これがですね、ベトナムゴケガエル。ベトナムゴケガエル。ベトナムゴケガエル。え、今なんて言いました？ベトナムコケガエル。ベトナムコケガエル？はい。っていう、そうですね。水生昆虫で。いや、カエルじゃないですか。カエル。カエルじゃないですか。え、カエル、だからそう、水生昆虫の中のカエルのってことでしょ？違うんですね。水生昆虫でカエルっておかしいじゃないですか。カエルは両生類っていう話ですね。あ、両生類ですよ。変わったんですか？なんか、ルール。その辺の縛りが。違う、縛りとかルールとかじゃなくて、もともとカエルっていうのは両生類って話ですよ。え、地域によってと地域によって違うんですよ。そのなんかヤギリが、あ、違う、大富豪のルールじゃねえんだよ。そういうことですよね。多分地域差によってあるみたいな。違う、地元ルールみたいな。十捨てありとかなんか七渡しありとかそういう話。イレブンバックとかそういう。イレブンバックやドームコームとかさ。だってカエルじゃないですか。はい、そうですね。こいつが八丸さん、カエルを好きなんですか。カエル大好きなんですよ。え、意外ですね。本当ですか。いや、なんかそれこそ例えば、まあ僕はヘビ飼ってますけど、はい、そのヘビを飼ってる人って、まあ、ネズミを与えるじゃないですか、基本的に。はい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 、で、そうすると、まあ、ハムスター飼ってる人からしたら、ちょっとやっぱ正直ヘビは怖いなっていう風になるのが一般的なイメージなんですけど。ああ、確かにそうですね。虫を捕食する側なんでね。そうですね。虫を捕食する側なんで、はい、え、怖いなっていうか、まあ、ちょっとなんか、言ったらばライバル視じゃないですか、はい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 。そういったのがあると思うんですけど、そういったのはちなみにないんですか？いや、ないですね、マジで。てかまあ、本当に僕が与えてるね、虫たちがそもそも虫食べるんで。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。しかもね、苦手なゴキブリを食べてくださるんで、もうヒーローですね、僕からしたら。あ、そうなんです。こいつらは。でも八丸さんそう考えると、はい、これ今まあ数的には昆虫の方が多いですけど、はい、場合によってはカエルの方が数増えてた可能性もあるんじゃないですか。どうなんですかね。カエル系の YouTuber になってた可能性ももしかすると、はい、全然ありますね。はい。でもね、そのあんまあ、あんまいいや、これ言わない方がいいわ。言おうと思ったんですか。いや、でその下ネタを言おうとしたけどやめた。下ネタを言おうとしたんですか。はい、ごめんなさい、大丈夫です。そんな、はい、言わない方がいいんで、はい。めちゃめちゃ多分言われてるものなんだかもしれない。やばい。いや、コケガエル、今この子1匹ですか？ 2 匹いるんですけど。すごい綺麗にはまってる。もう1匹は。ここです、ね。あ、うわ、ちっちゃい。あ、今ちょっと動きました。やっと分かる。あ、すんごい。隅っこの方でペタッと暮らして。そうですね。八丸さんみたいな。いや、ないでしょ。見たことないでしょ。ないですか。僕のそのピタッとしてるところ。え、ブラックアウトでめちゃめちゃ端っこの方でピタッと止まって藤彦さん来るの待ってるとか、藤彦さんの会見待ってるとか、そういったところ、ね、ないですけどね。ありそうですけどないですよ。ないです。はい。で、やっぱこういうなんか擬態する系の生き物が多分好きなんでしょうね。あ、さっきの花カマキリとかもそうなんですけど。そうですね。はい。で、この苔柄っていうのが本当好きで。苔柄。はい。なるほど。こういったなんかちょっと擬態のをする。こういった生き物がお好きなんですね。大好きですね。はい、いかがでしたでしょうか。八丸さんのお宅にいる、はい、貴重な昆虫やそして意外なカエルちゃん。そうですね。なんかその、はい、幅広いですよね。そこで昆虫から両生類っていう。そうですね。本当だからゆくゆくはだから本当爬虫類いっちゃうのかなっていう怖さもあってね。待ってます。そうです。いやね、なかなかね難しいですけどね。でも、管理が大変そうで。で、それで爬虫類やったらやったでね、はい、あの視聴者様から低評価の数をまた決めたいです。いや、でも元々高いで大丈夫です。高いそうですね。どの道なんで。どはい。最近は、あの、いろいろとその、爬虫類のイベント等にもいらっしゃるっていうふうに聞いたんですけど。はい、そうですね。なんかこれから先飼ってみたい、それこそまあ昆虫でも両生類でも爬虫類でも構わないんですけど、何います、はい、何でもいい、生き物何でもいい。ああ、でも両生類だったら、はい、あのバジェットガエル。ああ、バジェットガエル。かわいいですね。かわいいですね。はい。両生、昆虫はちなみに何かいます？昆虫はないんじゃないですかね。ないっすか？ないっすね。昆虫ないっすか？昆虫ハウスなのに。あ、まあでも、あの、世界最大種って言われるペルビアンジャイアントオウムカです。ああ、
それは3、40センチになるムカデはちょっと欲しいですけど、はい、それくらいしましょう。そうですね、それで終わりですね。なるほど、あとは、はい、今ちょっと両生類の方にこれやばいです。そうですね、はい、やばいですね。内緒でお願いします。いや絶対バレッバレですよ、今全部出てるんで。いやすみません、八幡さん今日ありがとうございました。いい、はい、ありがとうございます。あのまあ、僕の動画をご覧いただいている方は皆さんも八幡さんのことはご存知かと思うんですけれども、いい、はい、あの概要欄の方にあの昆虫ハウス101号室さんの、はい、あのチャンネルの方を掲載させていただきます。あとサブチャンネルもやってらっしゃいますよね。そうですね、はい、サブチャンネルの方ではどういったことを、ウマ娘というゲームをひたすらやっております。でもウマ娘のチャンネルってことですね。そうですね、なるほど、たくさん可愛い生き物は向こうも出ますので。あ、なるほど、はい、ぜひ見てください。ぜひよろしくお願いいたします。今日の動画はこちらで以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。シーズンネクストタイム、バイバーイ。バイバーイ。手しろ。いや、えって顔もだろ。